シャボンのあぶくで拭いて落とせなかった気になる汚れはタッチペンで塗りつぶしました。今回は息子の勉強スペースの掃除をしていこうかと思っております。少し離れてみるとこんな感じなんですけれども、近づくとですね、盛り上がってるところが目立つようになってしまいました。なのでこのタッチペンを使ってですね、もう塗っていきます。ではやっていきますね。色合いがですね、絶妙な感じで難しいですね。塗るとくっきり白くなりますもんね。なのでここの部分はですね、もう諦めます。これで良しとします。他にですね、目立つところは塗っていきたいなと思います。例えばここもそうですね、こういったところ、はい、シャボンのあぶくで拭いて落とせなかった気になる汚れはタッチペンで塗りつぶしました。あとはコーキングですね。はい、ここのところですね。ここのコーキングにはですね、バスボンド Q を使います。どうやって使うかというと、この洗って使えるペーパータオルを人差し指に巻いて、こういう状態にしてここにつけて、はい、そして塗り込んでいきます。はい、こんなところでしょうか。少し離してみるとこんな感じ。全部埋めてもいいような感じがしますけれども、今回はこれでやめときます。でも気になるところがありました。ここは結構開いてるんで、ここだけは塗っていきます。あとここの隅っこもちょっと汚れてますね。タッチペンを塗ります、そこも。そしてまたバスボンド球をつけていきます。はい、埋め込みました。こんな感じですね。ちょっと汚れがあるところもありますから、塗っていきます、引き続き。はい、机に当たるカウンターのところの掃除は一通り終わりましたので、今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。